皆さんこんにちは。高知熱帯魚サービスの久竹です。ネイチャー動画クリエイターの久竹です。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日は収益化されている方に、皆さんご存知だと思うんですけども、特にオーディオストックお使いの皆さんに、契約されている方に、動画作っています。 YouTube スタジオのトップ画面で重要なお知らせって来てた場合、これ必ず見てみてください。はい。オプションを表示。これをクリックしています。はい、そうするとね、チャンネルには影響ないんだけども、収益化はできませんっていう表示が出ています。これに対して今からすることです。これはね、とっても大事なこと。これイチャモンつけてきて向こうにお金が入るだけのことやん。こっちはお金払って使ってるのに向こうに収益持っていかれると話にならないっていうことになりますんで、是非この操作覚えてください。簡単です。はい、操作を選択、これをクリックしてください。そうすると上から1234、これね、異議を申し立てでもいいし、セグメントカットするでもいいです。他の曲と変えるでもいいです。曲をミュートするでもいいです。ただしカットしたり曲を変えたりミュートすると、ライブ放送で使ってた場合はチャットが消えちゃいます。聞いてもいいよという方はそれでもいいんですけど、僕は異議を申し立てます。断固異議を申し立てます。はい、次へをクリックします。次へをクリック。そうすると、異議申し立ての資格っていうことで聞いてきます。この3つにどれも当てはまりませんよ。DVD を購入してるから、私が買った DVD だからそれ使ってます。これアウトです。完全にアウトです。これはね、結構バンされかねないから気をつけてください。動画から収益を得てない場合でもこれ警告来ます。警告来ると1回目の警告で3ヶ月間ライブができなくなります。はい、クレジットの表記をしている。これはね、無料のやつもあるんで、クレジット表記で無料のやつもあるんで、通常はこれ来ないです。表記してたらね。で、異議申し立ては上記のいずれの理由にも基づいていません。はい、これクリックです。そして次へ押します。そうすると上から4つ出ます。オリジナルコンテンツ、私がピアノで作った曲です。弾いた曲です。ライセンスです。著作権保護の例外です。パブリックドメイン4つあります。上から2つ目、ライセンス、オーディオストックと契約していますからライセンスがあります。はい、これね、一応読んで、必ずチェックをして次へ。そうするとここでいろいろ僕も最初書いてたんですけど、今は折って押したらオーディオストックとの契約により使用、それだけ頻繁に来ます。はい、あとはチェックの署名です。はい、ということでこれで送信すれば OK なんです。これ全部ハングル文字、最近ハングル文字。はい、もう1曲あります。さっきは8曲来てたね。異議申し立てです。いずれの理由にも基づいていません。ライセンスです。はい、許可得ています。はい、オーディオストックとの契約により使用なんです。私の動画。はい、そしてサインです。これで送信することで OK ですね。で、通常は1ヶ月かかるかかからないかぐらいで、僕は今エクスフローに変わったの分かりますか。エクスフロー、異議申し立ての最終結果が出るまでこの状態ですということは、収益化されてるっていうことです。で、またどの部分がどの部分がね、どのコンテンツ、どういう曲なのかっていうのは、ここで7分22秒から10分57秒まで、はい、そしてこっちは28分30秒から31分50秒までということで、ここをクリックすればこの異議申し立てをしてきた曲が頭から聴けます。まあ時々ね、その街角で有線の音が入ってたとかで、お孫さんの保育園のお遊戯撮ってる、これはアウトですから。夏祭りとかで、BGM 流してますよね。あれもアウトなんですよ。だからそこで異議申し立てしちゃうと危険が危ないから、これはね、一応僕は何回も確認して、これオーディオストックの曲だということを把握してるんで、簡単に操作選択だけやったんですけども、気になる方は一度曲を聴いてみることですね。その部分が夏祭りの会場で、BGM 拾ってたら、これはねもうどうしようもない、まあ、セグメントカットかもうほっとく、どちらかにしないといけないんです。オーディオストックともしくは類似するまあ、番組から提供を受けてると、ね、契約してお金払ってるという方は勇気を持って操作を選択して異議を申し立ててください。通常は1ヶ月以内にどういう状態になるかっていうと、はい、この辺り全部オンになってます。オンですね。オンです。オンになってるから、はい、こうなれば問題ないですけど、同じ曲で何度も来るんです。何度も来ます。本当にめんどいぐらい来ます。でもこれをやらないと、これ持っていかれるからね。せっかく皆さんが作った、一生懸命作った動画の収益化が他に持っていかれちゃったら何にもなんないですからね。是非勇気を持って異議を申し立ててください。 AI さんもね学習してくれたらいいんですけどね。同じ曲で何回も何回も来るんです。はい、お気をつけください。重要なお知らせ、ぜひ、オプションを表示して確認をしてみてください。そして、僕のチャンネルでは、夜9時からは毎日ライブやっています。ベタの何でも相談室、お魚のベタなんですけど、ベタの病気とか飼い方とか、いろんな質問にお答えする番組をやっています。そして皆さんとのコミュニケーション、取れる番組です。コーチの映像バックで流したりとかね。で昼間は昼間というか、24時間ライブやってます。コーチの映像ジャパニーズローカルランドスケープ、ぜひ遊びに来てください。チャンネル登録していただけると励みになります。皆さんからのコメントもお待ちしています。僕はこんなにしていますっていうのがあればぜひ教えてください。はい、みんなで一緒に頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。